うまい感じのナスになってますんで、これぐらいです。汁がね、さっきの半分ぐらいにはなったかな。これぐらいで大丈夫です。おっす、ということですね。いい感じになってきました。見てくださいよ、二刀流。いいおつまみが食べたいと、ここでさらに僕のテンション加速させたいと、ナスのすき焼きっていうレシピがあるんですよ。ものすごい好きで、さらに僕をいい感じにしていきたいなというふうに思います。リュウジのバズレシピ。まずナス、ね、この太くて立派なナスを2本用意して、で、これヘタをね、剥いてくださいね。はい、材料はね、これと卵1個だけですからね。こうやってね、薄切りにしていくんです。すき焼きですから、ナスをお肉の代わりにするってことですからね。そういうことなんですよ。はい、5ミリぐらい、こんな感じでね。この間、もこみしさんの動画を見て勉強したの、これね。こうやって、途中まで切るんですよ、こうやって。こういう丸いのを切るときはね、こうやって丸いのを切って、で、途中までやったらね、これ、ま、これ、これ、こっち、こっち、こっち切るんですよ。僕、もこみしさん大ファンなので、動画全部見てるから、これこうやってやってると、もこずキッチンからおこわが来ます。場が安定するの、これ。ほら、こんな感じで、ナスを薄切りしてくださいということです、まず。はい、ということで、フライパン火にかけます。ナスはね、油と相性がいいので、油、多めの油、まあ大体大さじ1、大さじ2、両面を焼き付けるんですね。はいはい、結構温まったので、おナスをこうしていきますね。こうして、こうして、そうそう、おナス、どん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 ね、焼いていくんです。火はね、強めの中火ぐらいで、で、焼き目をつける。すぐね、トロントロンになっちゃうんです。片面に焼き目ができたらひっくり返してっていいです。これぐらいで、両面がいい感じに焼けたら、うまい感じのナスになってますので、もうやったら油切って、こっちにね、並べていきます。あらかた火が通ったらもう全然平気ですから。そうそうそう、また新しいナス、まんべんなく焼いていきます。油足んなくなって少し足してください、少しね。焦げ目が大事ですからね、ナスね。ナスの、このナスと油のこの香りを、この香りでいただける。オッケー。最初と最後の差がさ激しすぎるから大丈夫、はい、今ちょっとスタッフから最初の最後との差が激しすぎるけど大丈夫だって言われたんですけど、大丈夫だから。僕、料理研究家ですよ。水 120cc、 めんつゆ、めんつゆが大さじ3だからね、 45cc なんですね。これでも入れていきます。お砂糖がね、大さじ1。ね、ちょっとすき焼きなんでね、ちょっと甘くします。はい、こんな感じですね。まあちょっとね、油残ってるさなかなんですけども、こんな感じでね、沸いたらね、ナス戻してください。はい、こうやってでね、煮てってください。このままね、数分ね、そこそこ強い火でいいので煮てってください。煮る料理で一番大事なのは、一つ食べてみることね。味見して美味しいって思ったのが美味しいから。僕今食べます、美味しいけどもうちょい煮たい。そうですね、煮汁がもうちょいなくなるぐらい、ね、だから多分この日の感覚で多分4、5分煮ますね。これぐらいです。汁がね、さっきの半分ぐらいにはなったかな。これぐらいで大丈夫です。まあこんな感じでね、こうやってね、重ねてね、ちょっとおつゆかけましょうか。じゃあ最後にね、ナスのすき焼きの完成でございます。ではですね、ナスのすき焼き、これをね、いただきます。この、すき焼き、さらに盛ってもらって、このね、溶き卵、これにつけて食うんですよ。食べですか、サーフ食べていいですか。じゃあ、いただきます。これね、卵液たっぷりつけてくださいね。いただきます。これは、本当にうまいわ。
まあ今回サラダ油でやったんですけど、これすき焼きって言われたから、あのもし余裕があったら牛脂でやってもいいかもしれないですよ。これねうますぎる。ちょっとトロ食ってるみたいな。卵につけてご飯にバウンドさせても絶対うまいですよこれ。マジでうまいわ。濃い味をこの卵が包み込んでくれて、ちょうどいい味にしてくれるんだこれ。もちろん酒のつまみも最高よこれは。ぜひやってみてください。あの失敗したらさ、あのお蔵入りにしようよ。したくないから。失敗したらお蔵入りにすればいいから、もうこの歴史から消去すればいいから。